ウィリアム・クラークはアメリカ合衆国の探検家、博物学者、軍人、メリウェザー・ルイスと共にルイス・クラーク探検隊を結成した。1770年、ウィリアム・クラークはバージニア州キャロライン軍において、ジョン・クラークとアン・ロジャーズの大獣子として誕生した。1785年に家族と共にケンタッキー州ルイビルへと移住した。1790年、 ウィリアム・クラークは、兄のジョージ・クラークに続いて、市民軍に参加し、いくつかの局地的戦闘に参加した。1792年には、正規軍の注意に任せられ、アンソニー・ウェインの軍団に配属された。クラークはここで4年間の遠征に参加し、ホールン・ティンバーズの戦いなどに参加した。またこの間、クラークの指揮下には、メディウェザー・ルイスがいた。 1796年、クラークは軍を去り、ルイビルを拠点として、アメリカ各地を省略をした。1803年、クラークはメリウェザー・ルイスから新たに結成された探検隊の共同指揮官になってほしいと依頼を受けた。クラークはこれを受諾し、3年間の探検に赴くことになった。クラークは、この探検隊において、表向きにはルイスよりも低い地位であったが、 ルイスの主張により、ルイスと同等の権限を行使することができた。クラークは、ルイス・クラーク探検隊の指揮官として、主に地図の作成、探検隊の食料管理、及び各地で発見した動植物の識別、分類を任された。1806年に遠征を終えた後は、収集した多数の情報を整理するために、多くの時間を費やした。その後クラークは、 市民軍の巡省に指名され、1807年にはルイジアナ巡州において強制移住を拒むインディアン部族に対する政策の最高責任者に就任した。クラークはミズーリ州セントルイスにインディアン問題を管理するため本部を設置した。1813年にミズーリー巡州が新設されると、クラークは初代知事として指名を受けた。 米英戦争ではいくつかの軍事作戦で指揮を取り、現在のウィスコンシン州地域に最初の基地を設置した。米英戦争後、クラークはインディアン問題の管理者へと復帰した。クラークは1831年のブラックホーク戦争などの強制移住を拒否するインディアン部族による武装放棄に対して軍事的手段を持って解決を図った。その権限は、 次第に増加し、クラークの決定は、インディアン部族の存亡に大きな影響を与えるようになった。1830年代には、クラークの権限が及ぶ地域は大きく拡大した。1808年1月5日、クラークは、ジュリア・ハンコックと結婚し、以下の5人の子供を設けた。1820年ジュリアが死去すると、1822年に、クラークは、 ジュリアの重視にあたるハリエット・ケナリー・ラドフォードと再婚し、以下の3人の子供を設けた。1838年、クラークはミズーリ州セントルイスで死去した。クラークの遺体はベリファウンテン墓地に埋葬され、灰色の花崗岩でできた高さ35フィートの型戦闘が建立された。クラークの家族は墓所を維持するために基金を設立したが、20世紀後半に、 大きく破損した。クラークの子孫は、片銭湯を修復するために、約10万ドルの寄付金を調達し、2004年5月21日の、ルイス・クラーク探検隊、出発200周年祭において、再落成した。ありがとうございます。